はい、芸人男塾ですけどもね、はい、あの M1 って予選の中で、うん、あのなんかスタッフさんがカメラ回してあって、はいはいはい、でなんか有力な出場者の人とかになんかインタビューちょっといいですかってお願いしはるんですよ。撮ってはるよね、ずっとね。うん。はい、あるよ、うん。今まで、あの、僕らタレンチ7年やってて、あの、うん、このカメラが僕らを向いたことがなかったんです。あ、なかったんや。はい、はい。一回もなかったね。一回もなかった。で、同期とかがインタビューされてたりとか、なんか、中で、うん、で、その日も、まあ、出番前、全く見向きされなかったんですけど、うん、その出番やった後、まあ、受けて、で帰ろうとしたらスタッフさんがバーバーバーって走ってきて、はい、タレントさんちょっとインタビューですかって、うんうんうん、初めて7年間で M1 のカメラが僕らを向いたんですよ。おー、それ進歩やね。うん、はい、でそのインタビューの中でもタレントさん受けてましたねってその ABC のスタッフさんが言ってくださったりとかしてて、だそれぐらいちょっと感触が良かったんですけど、結果的には落ちてまして、あ、まあまあまあね、そこはね、うん、今年も3回戦止まりやったんですけど、いやそれだからね、もうネタとかに関してはねもう何も言うことないねんけどその制作スタッフの方から考えてみたらね、はい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 、はい、現代でよかったなと思う。現代、現代だから今やからその素材をさ、こうデータで置いとけるやん。はい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 、だから多分そのデータはもうタレンチの例えば何やろこう何月何日っていう日のテープとそのデータの日あの日のを持っとけばさ検索できるやつで、はいはいはい、で昔やったらさその素材がさ、まあ言ったらこのテープそのものやからさ、はい、はいはいはい、とんでもない場所もかかるしかさまっていくね、うん、確かに。で M1 のよく演出でさなんかその、はい、10年目とか12年目やったら1年目からのやつの素材をさ、はい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 、やっていくやんか。さその時に、はい、今やったら結構簡単な感じで素材揃えれそうやもん。確かに昔の形やったらまだ俺ら多分取材されてないですね。もう固まるだけなんで。そうでしょ今やから取ってれるというかね、取って置いとけるから。だから本当にだから昔のやつって結構ね、置いてなかったりするの。あ、なるほどね。テレビ局も持ってなかったりして、うんうんうん、でその時にテレビ局になかったらもうないやんか、ほぼ。はい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 。でも、はいはいはい、テレビ局がない素材を持ってるのがヘッドライトの町田君ですこれほんまに大人気のね、話題のね、はい、そう、あのほんま、あの町田君のね家にロケ行ったんが僕、はい、それこそもう下手したら10年前とか、はい、もっと前かもしれない、15年前とかに行った時点でとんでもない素材だったから、はい、その僕子供の時見てました、その町田さんの家行ってんの。そうやろ、見てた、八木さんのわけ、はい、見てました。あ、見た。それってあれ15年ぐらい前やんか。いや、はい、だって僕が子供の時やん、それぐらいだと思います。で、それからまだそこから15年間積み重なってるわけやんか町田さん今ちょっとね、そのバズってますよね、そういうところで。いやー、だからそういう評価のされ方があるんやなっていうね。いや、現代やったら多分もうそういう人間出てけへんのちゃう。だって今はデータであるから。いや、そうっすね、だから。あんやから、多分ほんまにいつぐらいからやろね、このデータなってるのって、インターネットが出てるからやから、多分25年ぐらい、より前はもうほんまないんちゃう。そうですね。そうですね。なんか NHK とかでとんでもない素材あるやん。例えばダイオウイカを見つけたみたいな。はいはいはい。で、この世界で一つだけのこう映像みたいなのが撮れとしてんやん、こう。はいはいはい。で、すごい制作費かかって、ほんま深海まで行って莫大な金かかるんだけど、この映像も世界で例えば NHK しかないとしたら、それを例えば海外のテレビ局から貸してくれっていう時に映像のお金としてこう撮れるやん。莫大な。はいはいはい、この素材をみんな借りたいみたいな。はい、だからそのこれから町田がもう映像ビジネスの中心に行くんちゃうかなと思うね。でも町田さんの場合自分で撮ったんじゃなくて
が撮ったものをダビングしてるだけやから、なんかちょっと、アコギという、アコギってわけない言わないですけど、こっからそのまあ今は単純にテレビ局がね、これ貸してくださいみたいな感じやと思うけど、はい、俺あいつね多分やけどカフェやると思う。え？カフェ？そんな感じないっすよ町田さん。箱に全部の VHS とかがあって見れるカフェ。カフェなんですよ。でそのカフェでも手前のここ10年とか15年の素材を見れるとこはまあ言うともそこまで高くないの。はい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 。それが25年とか30年もんなってきたら、ワイワイみたいな言い方。そこの部屋、借りれる部屋はもう急激に高くなる。一気に一気に高くなる。なるほど。でも俺あると思うで、ほんまになんかお笑いファン集まるやんか。はい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 。で、そう、俺なんでそれほんまにね、ボケの時あるかと思ったら、なんかね、ツイッターで、ベース吉本専門にアカウント上げてる人いて。ベース吉本って言うたら、これ、今の漫才劇場の前にあったこの若手の劇場で、藤原さんとか、はい、まあ、陣内さんとか、シャンプーとか、頭でやってた劇場、まあ、僕らも出させてもらってた、キングコングとか、チュートリアルとかバラエティとか出てた劇場があるんですけど、そこの映像とかをめっちゃこうツイッター上げてる人がいて、僕その人フォローしてますわ。フォローしてる。俺もフォローしてるけど、はいはい、あれめっちゃ貴重な映像持ってはるよね。すごいっすよね。その昔の雑誌の切り抜きとか。そう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 。いや、なんか僕も小学生の時見てたやつやとか思って、なんかめっちゃ懐かしいってなるんですよね、あれ。それも町田さんの可能性はない？大丈夫？あれはだからほんま、町田かその人かどっちかってぐらいのね。町田さんじゃないですよ、あれ。争ってるぐらい。うん、いや、そういうのほんまあんなと思ったね、だから。確かに何でも続けてたら、やっぱそういうふうに見上げられてる。で、今なんかその町田くんの YouTube がバズってるっていうのを聞いて。はい。あれ見たでしたっけ？あれ見たってね、はい、なんかすごいバズってるという聞きはすごいなと思いましたね。うん、いや、めちゃくちゃおもろいっすよ今。うん、うん、そのあれ見たで、はい、ナダルさんが、うん、まあ、町田さんをなんかこう売れてる芸人が、まあ、売れてない先輩にこう、うん、アドバイスするみたいな企画があったんだけど、うん、そのナダルさんに、うん、ちょっとまあその やられたってわけじゃないんですけど、うん、そのナダルさんガッツ 100% っていうテレビやってるじゃないですか。あ、僕も一回出させてもらいましたよ、うん、BS かなんかのやつで、うんうん、YouTube やってるんですけど、うん、あれでそのナダルさんがちょっと僕のギャグをやってたというか。え、あら、え、ちょっとこれ疑惑ですね。ちょっとこれ疑惑入りましたよ。まあ一応、まあ、経緯を説明すると、うん、うん、まあそのナダルさんの誕生日を、うん、ナダルさんのまあコロチキさんの YouTube で誕生日を祝うという企画で、うん、僕が全く面識ない状態でナダルさんと、うんうん、で誰に祝われてんねんみたいな ビデオレターを送ってくれっていう依頼を受けたんですよ。はい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 。まあ、その中で一応流れの中でプレゼントでギャグ、このギャグ差し上げますみたいなんで、うん、ジャンキーギャグがあるんですけど、うん、まあ、それを差し上げたんですよ。ちなみにそれどういうやつなの？一応すみません、ジャンキングなんですよ。最初はグーでいきますよ、最初はグーで、うん、最初は不慣れなもんです、最初は不慣れなもんです、なんでもそうよ、肩肘張らんとねっていうギャグが、まあ、あるんですよ。はいはい。なんか面白いのか面白いのかまだ俺は判断できへんけど。いや、まあまあそれはそこは置いといてください。いや、これこれでもその僕小畑がやってるの何回も見てるんですけど、うん、もう打率8割9割ぐらいの確率で受けてるんですよね。あ、受けてんねや。はい、めっちゃ毎回もう、はい、俺は今初見で見た時に判断できへんかったけど、その緩急で受けるのか。まあそうですね、ちょっとした感じの、みんなみんなじゃんけんすると思うんで、そのそうですね、それです、はい、そのみんなやっぱり勝ちたいっていうのがあるから、それ結構じゃんけんは受けやすいんじゃない。そうですね、
100% で遊ぶんじゃなくても最初はで遊んだっていう、まあ、ギャグ、まあ、一応それを結構レギュラーでギャグでやってて、でコロチキさんに初めて見ていただくっていうことなんで、そのプレゼントギャグも一応自分の中で強いと思うこれをプレゼントしますみたいな感じで、はい、まあ一通り V 送ったんですけど、はい、まあ別に会ったことも正直ないですし、うんうん、後から絡みがあったわけでもなくて、うん、でパッてその僕好きなんでガッツ 100% 見てたら、うん、その流れの中でじゃんけんするくだりがあって、うん、最初は不慣れなもんです、最初は不慣れなもんですって思いっきり言ってた。これはちょっともう確定入ったな。一応その、まあ、プレゼントという形は言いましたけど、まあ会ったことも正直ないですし、あプレゼントって言ったんや。まあ一応誕生日企画なんで、ああみたいな。でもプレゼントって言ってたらそれは別にやんの変じゃないんちゃう。ナダルさん、それ逆にさ、はい、ナダルからしたら優しさじゃないですか、そうなってきたら。いや、うん、でもそうなんですよ、僕も優しさやと思ったんですけど、うん、そのめちゃくちゃうる覚えで、うん、一番不慣れな もんですってなんかようわからん感じのなんかごま、あんまり受けてなくて、その場所がやるならしっかりやってくれてしっかりやってほしいし、ほんでそのなんですか、これ後輩からもらったんですよとかそういう流れはまあ一切なくて、はい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 、もう完全にまあその僕のギャグがまあナダルさんを通して滑って終わってたっていう。いやだからナダル的にはそれがバッチリとハマって爆受けしたら、すいません受けたんですけど、これ後輩のタレンチのギャグだったんだけど、まあ綺麗にパクれへんかったから、そのあのぬるっとしたからその状態で後輩のギャグって言って余計気にくなったんじゃん。いやまあそうです、まあ嬉しいもありながら、ほんま実際にやっていただけるんやって驚きもあったというか、うん、ああはい、じゃあの ガッツ 100% テレビ怖いよあれ、ほんまあれ八木さん、いや僕八木さんの回見てないですよ、出られてたんですね。出てオンエアしたかどうか分からへんねんけど、なんかまだね、はい、で、はい、うん、とりあえずさ、あのやっぱテンションが異常に高いやんか、尾形とそのナダルと岩橋で、俺、はい、俺な声ちっちゃいの、ほんまの話。たことない。そうなんですね、俺声ちっちゃいって前から思ってたけど、あの人間ドック行ったら肺活量測ったらそこだけ俺、はい、一般人より下やねんか、なんぼやっても。そうなんですね。多分息が浅いんや、多分俺ほんまに、あんまり感じたことなかったっすね。で、あそうやと思って、なんかやっぱりこうあの全然こうその3人のテンションについていかれへんねん俺は。まあ皆さんもそうですもんね、毎回竹岡さんが司会で、やっぱ竹岡さんもすごいやっぱテンション上げられてるけど、俺なんかちょっとついていけへんなとか思いつつ、まあでもその頑張ってやってんねんけど、はい、なんかその写真こういうこういう 写真を撮って動画を撮ってくれみたいな、こうスローモーションをつないでいって、はい、こういう絵にしてくれみたいなコーナーがあったやんか。はい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 。でそのサポートは2人がしますよ。はい、だから要は飛んでるような絵やったら2人が脇を抱えて飛んでるみたいなことだよね。はい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 、はい、でスノーボードをこう乗っていって、はい、こう1回転して着地みたいな、これを俺をどう支えても上から撮りましょうみたいな、他はもう消せるからっていう、はい、うん、で俺もその企画時点でなんか全然見えてなくて、はい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 、どうやってそういうアクロバティックなやつ動きを支えんやろうと思って、はいはいはい、なんかその前まで俺あんまり出れてなかったから、なんかこう次俺の場合みたいな感じになって、はい、で俺言うても体重80キロあるから3人で俺を、はい、まあ、バク転とかそういう不思議な形の動きってできんのかなと思ったよ。まあなかなか大変ですよ、うん、大変やんか。ほんで一回転するってくだりがあったよ。はい、こう背中を一回転するみたいな、こう前転するみたいな、で空中のこう背中をで行こうと思って前転した時に明らかにバキッと音がしたの、こうグキッと音して、うわそれはちょっともう怖いですね。首やったみたいな。もう終わりですもんね。いやもう久々になんかこう怖かったほんま俺。だってあれあのテレビ毎週絶対誰か怪我してますよね、あんな。
あれほんま結果的にシッパーって大丈夫だけど、なんかね俺、はい、あのテレビで、ね、昔の超合金とめっちゃ似てるわほんま。すごいっすよね、結構それと比較してもすごいぐらいの。あれ今あれやね、ほんまに今一番やばいって言い方をしたらおかしいけど、あれ一番デンジャラスな番組やんな、うん、そうっすね、ちょっと濃度濃いっすよねあれ。でもう俺わざとなんかその昔の超合金と似てると思ったのが、なんかそのロケハンやってないのか、うん、なんかね、うん、こう2つの壁をこうあんねん、壁が、はい、壁をこう手でサスケみたいに押してって上のもん食べるみたいな、はい、なんかこう理論上わかるやん、こう壁があって、はいはい、この壁を2人が支えて、俺らが支えてこうやっていって上のもんやんねんけど、うん、この支える壁が柔らかめのプラスチックなんですよ。絶対無理ですやん、じゃあ無理やあんなカチカチじゃないと、もうカチカチじゃないとできへんねんけど、はい、なんかできへんねんけど結局やってまもうっておもろいみたいなパターンあるやん、そういう感じの面白さやん、あれ。そうですね、毎回できてないですもんね、何やってもだあのなんか粗さっていうか、なんかあの感じってめっちゃなんか、はい、超合金思い出した、なんか。いやーすごいっすな、あの汗だくな感じの。うん、いや見たことない。いや見たことない。でも俺見てやっぱ編集とかすっごいうまいし、なんかこう、はいはい、やっぱディレクターの人は腕あるし、なんかかなり勢いある番組だと思ったけど、出んの勇気いんのあれほんま。しかもあの感じで企業とタイアップしてるっていう番組ですもんね。そうやね、それでやってるのがすごいね。毎回企業とタイアップでその企業を宣伝するという形でちょっとコーナーをやるっていう。そうそうそう、体を張る感じの。そうあれちょっと新しいね、まあ、僕も、ね、出させていただいて、ぜひね僕の回見ていただきたいんですけど。はい、はい、見たいです。ここから始まる僕だけの